それでは新ユニフォームを身にまとった選手に登場してもらいましょう。 AFC チャンピオンズリーグファーストユニフォームのモデルは北島秀明選手です。AFC チャンピオンズリーグセカンドユニフォームのモデルはジョルジ・ワグネル選手です。レイソルの前に敵はなし。さあそしてリーグ戦ファーストユニフォームのモデルは田中純也選手です。ありがとうございます。素晴らしいですね。すごい。この手拍子は練習なしですよね、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ではここで、私よりユニフォームのご紹介をさせていただきたいと思います。まず AFC チャンピオンズリーグ用ユニフォームの新デザイン、こちらはビトーリアのタスキをデザインコンセプトにチームカラーのレイソルイエロー、コロナレッド、ブラックにこだわったシャドーストライプをモチーフにし、アジア、世界への挑戦、ビトリアのタスキをつないで頂点を目指し邁進するレイソルの活躍を、ね、願うデザインとなっております。ウェア機能といたしましてはリーグ戦同様ベリークールが搭載されまして、暑熱環境下でプレーする選手たちの体温上昇を軽減させ、90分間の激しいプレーによる身体への負担を軽減することが可能となっております。 AFC チャンピオンズリーグでは胸部分のみのスポンサー広告が許可されておりまして、ユニフォームスポンサーは株式会社日立製作所様となっております。続きましてチャンピオン仕様となったリーグ戦ユニフォーム2012年モデルをご紹介させていただきます。ユニフォームデザインそしてウェア機能は昨シーズン同様ですが、 2011J リーグチャンピオンチームの証として右袖にある J リーグマークが J リーグチャンピオンマークとなります。はい、田中選手一歩前に、田中選手一歩前に出てそれを皆さんによく見ていただいてください。はい、そしてエンブレム上部の優勝回数を表す星の数が2つになります。また右袖部分のスポンサーマークにハーモニアスクラウドのロゴが掲出されます。そして新体制発表会第1部でもご紹介させていただきましたパンツ左裾部分にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのロゴが掲出されます。はい、ありがとうございます。今回は柏レイソルを代表するイケメンモデルに、揃って登場していただきました。大丈夫ですか、ちゃんとジョルジ・ワグネル選手にも伝わりましたか今の言葉。大丈夫ですね。では早速実際にユニフォームを着用した、このお三方選手に、感想をちょっと伺ってみたいと思います。まず北島選手、はい、いかがですか。いや昨年、この場で、はいどうも ヨネックスさんのユニフォームを着させてもらって、今回またこういう風にさせてもらったんですけど、相変わらず着心地は良くてですね、デザインも非常にナウイですね。最年長ですからね。すっかり板についたあのイエロータイツは今日は着用してないんですね。あ、今日はあの寒くないんで、はい、大丈夫です。さてジョルジ・ワグネル選手はいかがですか、そのブラックの新ユニフォームですけれども。こんばんは。Gostei, né? Bonito. A gente está muito acostumado a usar o uniforme amarelo, né? Mas o preto também ficou muito bonito. Então, espero que possa trazer sorte aí para a gente esse ano. いつも、黄色のユニフォームを着慣れてるんですけども、今回こうして黒のかっこいいデザインで、ユニフォームを作っていただきました。そしてこの黒のユニフォームが、僕たちに幸運をもたらしてくれることを期待しています。今年は木村通訳もバッチリでしたね。田中純也選手、新たなユニフォームいかがですか。いや、この金色の J リーグマークが毎年こう柏のユニフォームに入るように、頑張りたいと思います。
いいこと言いますね。はい、ではね、アッキーさんから見て、いや、かっこいいですよね、イケメンモデルがね、やっぱり着てる人がこうだと、やっぱりユニフォームもさらに輝いて見えますね。はい、はい、素敵です。そしてそのユニフォームをまとって、じゃあ今年の目標を、意気込みをお願いします。じゃあ田中純也選手から、はい、今度はちょっとお聞かせください。本当に取れるタイトル全部取りたいですし、まあ、J リーグ連覇と ACL 優勝して、またクラブワールドカップとか、あの素晴らしい大会に出れるように精一杯頑張りたいと思います。個人的な目標も、個人的には、まあ、去年の13点を超えれるように、あのそれ以上の得点を奪えるように頑張ります。またぜひ代表に定着できるように頑張ってください。代表の方も頑張ってください。ではワグネル選手。はい、Bom, o objetivo é ser campeão, né? Nós vamos ter aí uma temporada muito grande pela frente, com grandes jogos, né? Jogos difíceis, mas eu acho que o objetivo da nossa equipe é ser campeão de todas as competições que a gente for disputar. これから、いろんな大会があるんですけれども、しっかり準備をして、出る大会、すべてチャンピオンになれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。では北島選手お願いします。はい、まあ、2人が言ったように、J リーグの優勝と、このユニフォームを着て ACL でチャンピオンになって、クラブワールドカップにまた出場したいと、思います。頑張ります。先ほど桑原さんからもお話ありましたけど、今年チーム最年長ということで。そうですね、はい、その辺はいかがでしょうか。まあ、長いことサッカー続けてこれた、いろんな人の支えのおかげで今いますけど、まあ、それだけおじさんだなと思います。はい、北島選手、このユニフォームが、はい、柏レイソルをこうアジアに見せつける、アジアに印象づける、はい、最初のユニフォームということになりますけれども。そうですね、柏レイソルをアジアにどんなふうにこう印象づけたいですか。いや、アジアのチームが柏レイソルというチームに対して脅威を抱くような、それぐらい強烈なインパクトを残したいと思いますし、そういうグループに今回入ってますので、各国のチャンピオンチームと戦うことになるので、J リーグのチャンピオンとしてしっかりと J リーグのレベルもね、見せつけたいなと思います。ぜひ皆さん熱いサポートお願いします。それでは新ユニフォームを着用した選手の写真撮影の時間を設けたいと思います。報道の方が対象となりますのでご了承ください。では報道カメラマンの方は前にお願いいたします。どうぞポージングなど様々なご要望がありましたら何なりとおっしゃってください。